んのことだろうと思いました。兄さんって本当に寂しい人なんですから。どうしてでしょうかね。仕方ないですね。じゃあそんな寂しい兄さんのために私が一緒にショップを見て回ってあげます。それでもお菓子を買うなら帰ってから一緒に食べてあげますからね。だから泣かないでください。はいはい、じゃあまずはキーホルダーのコーナーから見て回りましょう。行きますよ。ねえねえ、ニドちゃん、ショッピングいっぱいありましたよ。帽子とかシャツみたいな定番や大きな、やっぱり迷ったんだよな。でも今月それだったら大正解だったかも。カナダさんの好きそうなものいっぱいありましたから。やっぱりこの後帰る前に寄る。ダメだ、そうすると年末年始がいよいよ大変なことになってしまう。一度も一緒だったんだよ。何かいいものあった？なあ、一度ならそう。カナダさんはどこへ行ってたんですか？ミラーメイズに行ってた。ああいう体験型のやつ好きな。ミラーメイズって鏡がたくさんあるリアル脱出ゲームとお化け屋敷が合体したようなやつでしょ？そうです、それです。こいつにそういうものはなかろう。真顔であっという間にクリアしてしまう。え、そうなんですか。スタッフへの聞き込みや自らの調査も含めてのデータも、言い換えるとかなり難しいし、かなり怖い。それなのにですか。まあ、こいつの方がもう一歩変わり者だったという。私はね、ハートクイーン長。わあ、そらねー。そらねーでもですか。いっちゃん正解。なかなか、ね、僕も少しやっぱりヒヨリンは見るところがちょっと違ってるね。気になっちゃうんだよね。それでヒヨリンはどこ行ってたの？僕は王道定番のジャッジコースターでね。ほう、やはり白川城はあれ。俺も気になっていた。それってあれだよね、あそこにあ…大正解。いわ、次来た時は絶対ジェットコースターって思ってたんだよな。さっきの話を聞くと彼方がスリルと感じるかはわからないけれども。そうする、そうする。そういえば詐欺沢はどうしてた。ある意味すでにどれも知ってたりはするんだろうけど。お、私はいろいろ見て回りながらブラブラしてた感じかな。道に迷ってそうな人に声かけたり。なるほど、それは詐欺沢にはぴったりかも。
仮オープン仕様ということで、正式オープン時にはさらに豪華で美しく大規模になるらしいが、さて今日のところはどんなものだろうな。これだけのテーマパークになってるしね、かなり期待できそうかな。あれってそうかな、戦闘が来た。渚は、今日はありがとう。僕はとっても楽しかった。同感だな、楽しませてもらった。協力してもらったのは本来僕なのに。ううん、ひよりんは一人でできてたかもしれないのに、私がみんなにお願いして大ごと、とっても感謝ね、いっちゃん、りなちゃん。もっと難易度の高いモードも必要かもしれないね。遊園地にモード選択はないよ。十分楽しかったし、怖かったよ。